日本臓器製薬株式会社は、大阪府大阪市中央区平野町に本社を置く日本の製薬会社である。関西を発祥とする製薬会社の一つ。過去には高アレルギー系分野の医薬品を多く扱っていたが、近年では鎮痛剤領域を主なマーケットにしており、中でも整形外科、ペインクリニックなどで汎用される鎮痛薬のオイロトロピンは、 現在に至るまで同社を代表する薬品の一つとしてその名を知られている。近年では一般用医薬品で貧血治療剤のマスチュゲンシリーズをテレビで CM 放映しており、さらにはアイストローチ、ドライノーズスプレーなど医薬部外品分野への市場参入している。以前はセパクリンという水虫薬の製造、販売も行っていた。その他製薬会社としては珍しく、 ゴミ焼却プラントなどのエンジニアリング事業も行っている。かつてはオーストリアに本社を置くイムのヤシロが製造した血液製剤を輸入販売していたこともある。このため薬害エイス事件訴訟では被告企業として訴えられた。販売店限定品販売終了品地元局の関西テレビを中心にスポット CM を放送。 アイストローチの CM にはタレントの藤本ゆうドライノーズスプレーの CM には渡辺直美が出演している。2010年代からは関西以外でも CM を流すようになり、ラックル下流、ラックル即用場、コフト下流の CM などにオーストラリア出身のモデル、俳優であるウォルター・アントニーを起用している。現在放送中のテレビ番組では VS 魂、 土曜プレミアムのスポンサーになっている。その一方で、地元局の朝日放送が主催する単波笹山 ABC マラソン大会や、日本臓器製薬レディス ABC 杯に、協賛している。フジテレビ制作の番組では、過去に、クイズ、ヘキサゴン2、おじゃ、マップのスポンサーになった。また、日本臓器という名義で、スポンサーについていた、小川博士賞の初期には、 アシスタントのつゆきしげるによる生 CM を放送。関西テレビでも月曜21時台のミニ番組ビウォーク・デュークからの贈り物、美工場計画、鈴木リンコ21歳のスポンサーになっていた。日本放送では当社の一社提供によるラジオ番組として1955年から1960年までモノマネのドジマを放送。オープニングでは 司会の柳谷金五郎が CM ソングを兼ねたテーマソングを歌っていた。ありがとうございます。